皆さんこんにちは、ハラミンとシュウです。今日はですね、ブライさんにドキシャキシャキシャキ、というわけでやっていきますけど、シゲさん、はい、うちのマックス村井はですね、はい、まあ、最近このホワイトボードを使いまして、まあ得意げに、はい、プレゼン動画なんかを、はい、撮っちゃってるわけですけども、うん、そうですね、このねホワイトボードでプレゼンをするにあたって、はい、必ず使うのこれホワイトボードマーカー、うん、あるじゃないですか、うん、まあこれちょっと太くて、まあここにあるんですけど、うん、向こうのね事務所スペースにもホワイトボードありまして、ありますね、ホワイトボードマーカーあるんですよ、うん、でホワイトボードマーカーこれも全部使い切っちゃったから、はい、この芯の部分を取りました。おで私、うん、芯の部分、うん、これ何かに似てるなってピンときたわけですよ。おー、何ですか。綿棒ですよね。黒いやつ。黒い綿棒にそっくりじゃないですか。そっくり、違いない。ね、そっくりですよね。うん、というわけで、この芯を、はい、今日は綿棒に入れ替えちゃうドッキリです。これいけると思うんですよ。ね。いけますよ。これちょっと開けてやってみましょうか。はい。ね。最近はね、黒いのもありますからね。うん。いや、もう絶対バレないよ。どうやって開けるんだ。こうか。おー、すごい。こうね。うん。これいいっすよ。最近スパイラルですから。おー。おしゃれ。これ、このまま。おー。止まりました。いや、おーじゃない。これはさすがに、これがここにこうやって置かれたから、これはさすがにね、ターゲットに気づきますので、はい。だこれを切って、はい。ハサミですね、ハサミを。よっよっよっ。おい、ナイスラッキー、ナイスラッキー。これ、切りましたね。はい。これを、これ、ホワイトボードマーカーでしょ、これは。トイスターの完璧だ。絶対わからない。絶対わかんない。わかんねえ、これ。やば。待って、これ実物がね。はい、これ同じものがあるんですよ。はい。こっちが、こっちが。はい。おー、一緒。一緒。これ一緒だ。これちょっと潰れちゃってますけど。やば。これ絶対気づかない。ね、うん。ですので、まあ、普段、あんまプレゼン動画見ないんですけど。見てないかい。これ多分この太めのやつで書いてるでしょ、村井さんは。かな？これで書いてるんですよ、多分、うん。なので、これがまああると、これで書いちゃうから、これ全部片します。はい。この黒目、太めのやつを全部片しまして、うん、で、ターゲットをおびき寄せます、ここに。はい。ね。もう、ノライムと一緒なんで。はい。で、もうこれ一本だけ、こうやって置いときます。はい。で、まあどうしましょうかね。私に村井さんが AirPods Pro をつけさせるという動画がちょうど昨日上がったばっかなんですけど、まあ私はちょっといかんせんピンときてないという体で、村井さんもう一回私に AirPods Pro の良さをプレゼンしてくださいと。ここでひらがなアップも取りますって、おびき寄せますと。で、ああ、わかった。じゃあ私が、今からな、AirPods Pro をこうやってな、プレゼンしてやるよ。綿棒やんけっていうことですよ。綿棒気づくかな。綿棒気づかないから、出ないやんけ。出ないやんけってなるのか。ホワイトボードマーカー出るやつ持ってこいってなるのかな。なりそうですね。もう一個ぐらい仕込んできます。もう一個ぐらい仕込んできます。これあるし、ちょっと。そうですね。これちょっと潰れちゃっても多分使えないやつなんで。はい、じゃあこれも、後にちょっとね、仕込んで、2本ぐらい。はい。使ってみましょうね。絶対探すと思う。絶対探しますもんね。はい。というわけで、そんな、ドッキリを、村井さんに仕掛けていきましょう。さあ、行くぞ。皆さんこんにちは。ヒゲ剃ってないマックス村井。ヒゲ、ハラミン。はい、今回なんですけれども、先日ね、ハラミンさんの、AirPods Pro、使ってみるっていう村井さんのやつを借りて、動画を公開したと思うんですけども、なんかハラミンさんがいまいち、ピンと来てない。来てなかったですね。あの、ノイズキャンセリングですか、意味がわかんない。うん。というので、あの、もうちょっとわからない人向けに、村井さんに解説してもらいたい。私が、はい。プレッシャー。改めて。改めて。改めて。はい。俺わかってないですもん、その、カナル型となんとかの違いとか。カナル型とか関係ないんですけど、その、ノイズキャンセリングっていうのは、なんか自然界のこう、音ってあるじゃないですか。例えば、静かにしましょうって言って、みんながじゃあ、シーンと。あ、一応なんか変えたりとかもできます。一応か、軽くプレゼント。あ、いや、そうですね。いや、まあ別に書くことそんなねえから。大して書くことねえんだよ。いや、でも、その、ただサムネとかになるんですか。はい。マジックねえし。
私のマジックどこ行った？それで、いや、それでお願いします。つかねえし。え？つかねえし。出な、出なかった。つかねえし。え？なんこれ。何やこれ村井さん、それ何ですか村井さん。綿棒。おー、村井さん、それじゃプレゼンできないですよ。これじゃできねえよ。それじゃできねえですよ村井さん。あ、こっちもホワイトボードマーカーが黒綿棒になってる時でした。そういう商品があるの？黒い綿棒知らないですか？知らない。え、何この黒い綿棒。あ、本当これ全部黒いの？染めたんじゃなくて、はいはい、腹から黒いの、はいはい、黒い状態で売ってるの、はい、え、なんで取れるのよく見えるから、うん、白でも見えるじゃん。黒、じゃあやってくださいよ。料理は見たことない。お前いつも料理見せる。いや、私いつも料理角度が本当に違う角度だ。よし、いつもそう。両耳はすごいな。耳衝撃映像っすよね、これ。これ、なったの結構衝撃。上司のこんなこと知りたくねえよ。うん、取れてます。というわけで、前さん、え、ノイキャンの話は？ノイキャンじゃドッキリです。ナイス。別に、花形でいいです。興味持てや。ありがとうございました。この動画が良かったよという方はぜひともね、グッドボタンよろしくお願いします。お願いします。チャンネル登録もお願いします。というわけでご視聴いただきありがとうございました。いえ、さようなら。